リンとのグッドナイトレイディオ。はい、どうもリンとです。はい、今回もハロウィンの格好で撮影させてはいただいているんですけれども、今回は新しい企画として、少し動画を撮らせていただいております。初回はこのような形でお送りさせていただくんですが、新企画としてリントのグッドナイトレイディオという形でラジオ放送をさせていただければなと思います。お休みまでの数十分間だったり数分間をね、私のこちらの動画を見ていただいて、聞いていただいてになるかな、少しでも落ち着いてもらえたらなと思っております。で、こちらの動画の企画としては、私がね、こう優しい喋り口調というか、そういうのをいろいろ模索するために、ウィスパーボイス、ささやき声ですね。ささやき声を練習するために、あとゆったりと喋ることを練習するために、こちらの企画をさせていただこうかなと思いました。で、今後はこちらのトークテーマというところを概要欄からマシュマロだったりで、募集したいなと思います。マシュマロでもいいですし、こちらの、リントのグッドナイトレイディオの、コメント欄にいただければ、そちらのテーマトークに沿って、お話をしていこうかなと思います。で、放送としては長くても10分くらいかな。なんかそれくらいのラジオ放送という形で、画面を見なくても聞けるような、イヤホンだけあれば聞けるような放送を目指していきたいと思っております。新企画にはなりますが、試行錯誤の上、いろいろ頑張ってやってみますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、画面を暗くしても見れるようにね、画面暗くというか、スマホだったらこうパタンって、手帳型だったらだけどね、閉じても見れるような形の放送、画面を見なくても見れるような放送させていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はね、特にトークテーマがないから、なんとなくトークテーマを私の方で決めてお話ししようかなと思います。どうしようかな。ハロウィンも近いし、ちょっとハロウィンのお話をしましょうか。皆さん、ハロウィンはいかがお過ごしでしょうか。今まではどのようにお過ごしされてましたか。私は、ナイトメアビフォアクリスマス、ディズニーの作品ですね。監督ティム・バートンさんの作品になりますね。まあ最近だとティム・バートンさんの最近の作品をちゃんと知らないな。チャーリーとチョコレート工場とかもティム・バートンさん、あとフランケン・ウィーニーとかシザーハンズとか、あの人あれだよね、パイレーツ・オブ・カリビアンの人、名前出てこなくなっちゃった、ジャック・スパローやってる人、ごめんなさい、名前出てこなくなっちゃった、名前わかる人コメント欄に書いといて。が好きで、一緒になんかよく共演してるよね。で、まあ全然話それちゃうね。で、そのナイトメアビフォアクリスマスがすっごい好きで、見たことない人に軽くだけお話をすると、ハロウィンタウンっていう年中ハロウィンの、街のお話なんだけど、そこのハロウィンの王様ジャック・スケリントンっていう、主人公が結構ハロウィンに飽きちゃうんだよね。で、とある森に行くと、いろんなタウンが行き来できる場所に、行き来できる場所があるんだよね。で、クリスマスとかなんかいろんな行事ごとだったかな。でもね、クリスマスタウンに行っちゃうんだよね。そのクリスマスの白い、ね、雪のところっていうのに憧れたりとかしていて、で、こう
楽しい感じ、ハロウィンってどちらかというと驚かせるイベントごとではあるとは思うんだけど、でも、クリスマスってこう人をね喜ばせるようなイベントじゃないですか、を、やってみたくなっちゃうんだよね。でこうハロウィンタウンっていうところに戻って、そこの住人たちと一緒にクリスマスやろうよみたいな感じでやるんだけど、でもクリスマスタウンに行ったことがあるのはジャックだけだから、他の人たちってそのなんだろうね、クリスマスがどんなものかっていうのを知らないのね。だからプレゼントも全部なんか怖いんだよね、クリスマスのプレゼントの中身が。でまあクリスマスが失敗しちゃうっていうところではあるんだけど、そのジャックの感情っていうところが私はすごく好きで、なんていうのかな、人を喜ばせたいっていう感情が多分強いんだよね、ジャックの中では。でもうまくいかないんだよね、やっぱりハロウィン、その驚かせるための街にいた子だから、やっぱりどうしても最後は驚かせたり怖がらせてしまって しまうっていうところでね。で最終的にはね、いいハッピーエンドな終わり方をするんですけれども、そのやっぱりジャックのその感情っていう部分とか、こうなんだろう、皆さんみんなになんか喜んでほしいなっていうような、そのまあ、最終的にはそのね、喜んでほしいって思った行動がね裏目に出ちゃいはするんだけど、その行動っていいなってすっごい子供の時から思ってて、すっごいずっと好きなのね。小学校ぐらいから好きなんじゃないかな、中学ぐらいかな、結構好きで。そう、あとね、ジャック可愛いんだ。まあっていうところで、その作品を毎年私はハロウィンの日に一人で見てます。はい、一人鑑賞会をやってます。そう、正直よくね、渋谷とか原宿とかでコスプレしてっていうね、なんかイベントごともあるけど、ハロウィンにコスプレをしたことはないです。ちょっとしてみたいなとは思います。りんちゃんのコスするとかね、コスプレとかはしたことないからあれなんだけど、ハロウィンってみんなはお菓子交換とかする？私は何回か、最近になってからかな、最近のここ5年ぐらいはこうお友達とお菓子交換を軽くしてたりしましたね。あとはハロウィン時期ってさ、ほら秋じゃん。で、美味しいデザートいっぱい出るじゃん。だからね、お菓子交換うんぬんかんぬんじゃなくて、普通にお菓子買ってるかな。そう、甘いもの大好きでさ、ハロウィン最高だよね。お菓子いっぱいさ、なんかほら、なんかもうやばい、語彙力ない。コンビニとかさ、いっぱい出るじゃん、新作の商品。私新作に弱くって、新作の商品すぐ買っちゃうので、新作って書いてたらもう買っちゃうのよ。だからもうね、毎年すごいお菓子買ってるかな。ほんとハロウィンの時期はお菓子はいっぱい買うし、ジャック見るし、あとそれこそね、ジャックがね、その時期になるとゲームセンターとかビレッジヴァンガードとかなんか雑貨屋さんとかに商品が出るのよ。かわいいの、めっちゃかわいいの、買っちゃうの、置くとこないの、でも買っちゃうの、あれどうにかしたい、でも買っちゃうの、なんでだろうね、ほんとね。顔、あとね、私の好きな色なんだけど、この衣装でも使ってるんだけど、紫とオレンジ、この羽がわかりやすいね、これ。この羽。うん。ね。ラジオ放送って言っといてね、画面見させようとするんだよね。極悪卑劣なことをしてるけどね、今ね。ね、紫とかオレンジとかが好きなんだね、私。だから、ハロウィン時期の雑貨屋さん、ウキウキするの。ビレッジヴァンガードとかね。別に使わないのに、なんか膝掛けとか買っちゃったりとか、なんか
それこそいつ着るのっていうパーカーとか買っちゃったりとかする。あとはねハロウィン超好きなのね。だからハロウィンに生放送しようかなって思ってます。最後の最後に告知になっちゃったそう、ハロウィンねみんなで楽しみたい。だからハロウィン放送しようかなとも思ってはいる。ハロウィン、ほんとハロウィン大好き。ハロウィンでちょっとコラボ生放送とかしたいな、みんなと雑談しながら。コラボしてもいいよっていう人いたらぜひぜひコメント欄にご記入ください。ちょっと喋りたい人とか誘おうかな。なんかみんなと喋りたいからね。まあそんな感じのハロウィンを私は過ごしてます。いっぱいお菓子を買うっていうのが一つでしょ。あと友達とたまに、まあよく会う友達とかとはお菓子交換するよって感じかな。あとはそのナイトメアビフォークリスマスを毎年見てるよっていうところ、あとそのジャックのグッズつい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 買っちゃうんだよねっていうところかな。みんなはハロウィンどう過ごしてる？よかったらコメント欄に書いてくれたら嬉しいなって思います。あと生放送とかコラボ生放送とかコラボしてもいいよっていう人もなんかコメントくれると嬉しいな。あと生放送見に来るよとか楽しみにしてるよとか言っていう人がいたらそれもよかったらコメントください。みんなといろいろお話ししていきたいと思っております。はい、ということで第1回目の試作のものではあるんですけれども、リントのグッドナイトレイディオ、今回はここまでとさせていただきたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。では皆様おやすみなさい。バイバイ。